シーケルにはとても強力なミキシングツールが搭載されています。作成したオーディオトラックをミキサー画面を使って視聴してみましょう。ミキサー画面には各トラックのネーミング、そして音量などがレベルメーターとして表記されます。それではドラムをソロにして聞いてみましょう。各トラックに用意されているミュート、そしてソロボタンを利用することにより、形で音を視聴することが可能です。それではここではエフェクターを使ってミキシングを行っていきましょう。まずは EQ です。ベースに EQ をかけてみたいと思います。ではベースのパートをソロにし、インスペクターページを開いてみましょう。すると各トラックの EQ、 サウンドバウンドの EQ が現れます。それではベースを視聴しながら EQ を調節してみましょう。このように EQ を調節することによりベースを聞こえやすくすることも可能です。また各 EQ にはプリセットが用意されていますので、これを使ってベースなどを設定するのも良いでしょう。チャンネルを切り替えるときは、インスペクターページを開いたまま、ギターやシンセなどのトラックを選択するだけで、そのトラックの EQ を表示することが可能です。それでは、ドラムに EQ 以外のエフェクター、コンプレッサーなどをかけてみましょう。現在、EQ が選択されているところをトラック FX をクリックすることにより、エフェクターのページに移ることができます。シーケルは各トラックに2つのインサートエフェクト、さらに標準でコンプレッサーが搭載されています。それではドラムをソロにして、まずはコンプレッサーをかけてみましょう。このように一つのバーだけでダイナミックの高いサウンドを得ることができます。コンプレッサーも EQ 同様にプリセットが用意されていますので、ドラム用、ベース用、ギター用などをここからチョイスしてミキシングするのも良いかと思います。